はい、皆さんこんばんは。ピアノ教室応援コーチ星名優子です。はい、無事ですね、先日帰国、フランスから帰国しました。まあ、正確にはね、フランスからこうずっとフランスを横断して、まあ、ドイツフランクフルトに入ってそこから帰国したんですけれども、そうなんですけどですね、今日と昨日、まあ、ある合宿に出てですね、まあ、ちょっと、まあ別に言ってもいいかな。プレゼンの、練習の合宿に行ったので、まあ、散々ね、プレゼンのワークをしたので、また声がこんな風になってしまったというですね。またこの話はね、後日どっかでできたらいいかな、なんて思うんですけども、まあ、今ですね、私の思いは、いろいろ、ピアノ先生に何かね、お役に立つ情報ということで、まあ、いろんなことを準備しててですね、まず一つは、ピアノの先生のための人気の出るファッション、人気の出るレッスン服、そちらの方ですね、もうついにですね、その全貌が大公開されましてですね、ビフォーアフター、私を含め3人の先生のね、ビフォーアフターが今公開されてますので、ぜひね、ちょっと見ていただければ嬉しいなぁなんて思います。まあ、いろいろ皆さんのね、ご感想なんかもどんどん、まあ、メルマガとラインアットのみですけどもね、そちらの方で、もう公開していこうかなと思って、おります。あと、松田先生のね、特別な、今回ピアノ先生限定のですね、特別な、ファッション同行コンサルか、そういったものもですね、そちらの方限定で、今、特別価格で、ご案内してますので、ね、ぜひ、このチャンスに、なかなかね、こういった、機会はないと思いますので、そちらのもよく、読んで、もしね、タイミングが合うようでしたら申し込んでいただければと思います。はい。今日はですね、まさに今、ちょっとファッションの話をしているのでね、ちょっと見た目っていう話をね、ちょっとしてみようと思うんですけど、まあ、どこだったかな？あ、そこですよ。まあ、最後の最後、ストラスブルからフランクフルトに入って、で、まあ、ホテルで一泊して、まあ、次の日ね、もうフランクフルト航空から、空港から帰国っていう、まあ、そのフランクフルトに入った日なんですけど、まあ、もう、朝ごはん抜きでね、電車に乗って、行ったので、まあ、みんなでお腹が空いて、もうすぐね、近くのフランクフルトのハンバーガー屋さんに入ったんですよ。ハンバーガー屋さん、ちょっとこうなんか珍しい、チェーンじゃなくてですね、ハンバーガー屋さんに出たんですよ。で、一つは、チキンバーガーだったんですよ。安心ですよね、皆さん。チキンバーガーといえばね、まあ、大体想像もつくじゃないですか。で、もう一つですね、ベジバーガーっていうのがあったんですよ。で、ランチメニューがその二つだけだったんですね。チキンバーガーと、ベジバーガー。で、もう大体、もう私もあんまり、長男もそんなに食べないんで、まあ、私たちは二人で半分こでいいね、なんて言って、まあ、次男はざっくり食べるのでね、がっつり食べるのでね、って言って、まあ、頼んだの、ベジバーガーなんだろうね、みたいな。皆さん、なんだと思います？ベジバーガー。ちょっと後でですね、写真の方を、貼っておきますけど。で、これがですね、まずやってきたわけですよ、二つ。セットで。しっかりポテトもいっぱいついてね。で、チキンバーガーは、もう見た目、味、もう安定のチキンバーガーなんですよ。美味しかったです。さて、ベジバーガーです。ベジバーガー。ベジバーガー来たんですよ。で、まあ見た目はですね、後で写真貼りますけど、まあ、なんかこう、パテのような、パテですね。パテが挟んであるわけですよ。ちょっとこう油で揚げたような。でまず食べたわけです、長男が。で、ん？っていうわけですよ。ん？なんだろうこれみたいな。でどれ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 っつって、私もそれをパクって食べたわけですよ。ん？みたいな。まずくはないです。で、はっきり言って美味しくないんです。ここポイントなんですけど、まずくはないです。でも、美味しくもないんですよ。で、もう、二人の頭の中で、クエスチョン、何の味だろうみたいな。で、チキンバーガーは、
もうあの安定の味なんだ、味なわけですよ。で2人でも頭の中クエスチョンないながら、まずくはないので食べればするんですよ。でもすごいこの美味しいっていう、チキンバーガー食べて美味しいっていう感覚じゃないんですよね。で、ん？ん？っつって、でベージュバーガーだから野菜かねって、野菜だけどこんな、だからもうほんとこのぐらいの薄っぺらい、このぐらいですよ皆さん、薄っぺらい、もうほんとの 2、3ミリ、4、5ミリのこう挟んであるわけですよ。あとレタスとかね、たあのトマトとか。でもう2人でクエスチョンなわけで、もう次男は、うちの次男はまあちょっとあのちっちゃい頃ですね、好き嫌いがまあひどくって、すごくあの何ですかね、安心するものしか食べれないんですよ。だんだん未だにこう自分で食べて OK と思うと、あの飽きずにそれをずっと繰り返すタイプなんですよ。であんまりいろんな味に挑戦するタイプじゃないんですね。自分で美味しそうとか、あのこれは大丈夫と思っていうものしか食べれないんですよ。さあ皆さん何だと思います？このぐらいで薄っぺらくって、まあ、衣がついてて油で揚げてあるんですけど、でヒントはネーミング、ベジバーガーなんですよ。ちゃんと見ればよかったね。英語でベジバーガーって言って、まあ、ドイツ語書いてあったし英語も書いてあったんだけど、ん？みたいな。わかります？皆さん、なんでしょうこの、まあこれがですね、まあ今ね、あのピアノ先生のためのまあ人気の出るファッション服っていうことでね、あのやっぱり第一印象大事ですよね、皆さん、あのまあそういった提案をしてるんですけど、まあちょっとそろそろあのまあ答えを言おうと思うんですけど、長男が、あ、わかったっていうわけですよ。キノコやと、椎茸ってはね、なんていうの、キノコ、キノコよって。だからキノコのあの傘、傘がこうフライになってて上がってるんだけど、本当にこのぐらいの大きさなのよ。でキノコって言われて、え、どれどれどれっつって食べたら、あ、キノコやってこう見たら、なんかあのね、たまに日本でもちょっとこう大きなキノコあの出回ったりするじゃないですか、シーズンの頃は。キノコって分かっとったん、二人で、あ、美味しいねってなったんですよ。だから人間の脳って不思議だよねって、見た目とその味と、なんかそういうのが一致しないと、もうクエスチョンで、もう美味しいんだかまずいんだか、こう味覚とかそういうの認知できない。でも見た目、何物が何か分かったね、でそういう味だろうっていう、ある程度脳がイメージして、で食べた時には、なるほどキノコやとなれば、美味しいねってなる。私キノコ大好きなんで。人間の脳って不思議だなって、本当に自分でその時に、いや不思議だわと思って、キノコって分かったと、うわ美味しい、こんなキノコバーガー、キノコバーガー珍しいと、こうなんかその怪しげなものが逆にすごく物珍しくて、こう希少性のある美味しいものに変わっちゃったわけですよ。いやだからそれだけに、やっぱり人間の脳っていうのは、よく脳の錯覚とかね、まあ、私も潜在意識の、勉強とかもしてるし、そういったセミナーもしてるので、まあ、その潜在意識のその、まあ、脳の仕組みのね、不思議な、不思議っていうかな、まあ、脳の錯覚みたいのはこうよく取り沙汰されてるんですけど、だから何が言いたいかというと、どんなにピアノの先生として経験値があっても、どんなにレッスンが上手でも、どんなに、ピアノが上手でも、やっぱり第一印象、見た目が残念だったりすると、もうそれだけでね、人によっては、あ、なんかこの先生ちょっと、まあちょっとなんていうか、しょぼいなとか、なんか大したことないなとか、なんかあんまりこういい感じじゃしないなっていうふうに一回脳に刷り込まれちゃったら、それを覆すのは大変だよっていうことなんですよね。で例えば第一印象悪くても、ほら恋愛とかでもさ、第一印象悪かったけど、お付き合いしてたらだんだんその第一印象がひっくり返ってね、好きになっちゃって結婚するとかさ、そういうの あるから、あの別にその第一印象ひっくり返ることはあるんだけど、問題はこれが
経営っていう場合ですよ。経営っていうのはその体験レッスンして親御さんが入りますよって言ったもそこが勝負なわけですよね。だからこのどっかでそのピアノ先生の姿をブログやフェイスブックやホームページで見てた、もうそこでもすでに第一印象始まってるわけですよね。そして実際の体験レッスン行って、ああこの先生よで入ってくれれば、少し残念でもね、まああまりその気になさらない方でさ、入ってくれて、入ってみてレッスン受けたら、すごい先生、教え方上手、コミュニケーション上手、人柄あったかい、ね、ピアノも上手ってなれば、徐々にその残念な第一印象もひっくり返って、まあ、恋愛のようにね、もうこの先生ついてきますよってなりゃいいけれども、普通たったそのね、ブログ見てる時間と体験レッスン30分やそこらの時間でお客さんは決めちゃうわけですよ、そこのお教室に入るか入らないか。だからここ損したらもったいないわけですよ。だから日頃からやはり身なりは気をつけて意識してね。でもう入っちゃって多少なあなあになった方にはちょっと気を許してね、先生もたま、先生も今日はたまにはなんかこうちょっとね砕けた服装もなさるんだっていうのは、まあもしかしたらそれはありかもしれないけど、その生徒さんのねお好みに合わせて。でもやっぱりお母さんがいつもスッとしていらして、何かやっぱり先生に対してこう尊敬や、先生っていうのはやっぱこういうステータスやこう見なりなんかをきちんとしてる方が望ましいなって思ってる方には、やはりあんまり砕けすぎて、するのも良くないかなと思うんですよね。なんでやはりですね、今一度多分ね、もう9月に始まると秋の生徒募集とか始まると思うんですよ。なんでぜひですね、皆さんもう一度自分の第一印象や服装や、ね、自分が写真撮られた時に、まあ、どういう服装なのかっていうのもお気をつけなさって、投稿とかねなさったらいいんじゃないかななんて思います。ぜひですね、ドイツフランクフルトに行ったらですね、フランクフルトの目抜き通りのところにもうすぐ近くですよ、ハンバーガー屋さんありますので、なんつったか分かんないけど、まあ、ぜひベジバーガー食べてください。何にもですね、イメージせずになかなかですね、面白い体験だったななんて思いますので、はい、それでは今日は見た目というお話をさせていただきました。それでは皆さんまたね。あ、忘れてた、フランスお土産のラインアントキャンペーンももうちょっとね準備したりやりますのでね、そちらの方もどうぞお楽しみください。